お晩でございます。佐渡伊藤酒店晩酌151へ、今夜も佐渡島からお送りします。今日車で、ラジオ聞いとったら、今年の冬は、なんだ、大手のその大手っていうかアイスクリーム屋さんっていうんだろうか、その氷菓子メーカーとそのコンビニが組んで、冬場にそのアイスクリームみたいなのをなんかこうより充実させて販売をするという、そんなようなことをちょろっと言うとったのを耳に挟みまして、と思ったんですけど、まあそういうアイスクリームにかけるぴったりなやつがここにあるんですわ。実を言いますと嘘ではありません。これ、米飴です。米と、米の麦芽を、米のでんぷんを、麦芽で糖化させて、作った米飴、要はまあ飴なんですけど、ドロッとした飴なんですけど、これちょっとあれだな、どっちも米、原材料は米、それから糖化させる麦芽も農薬を使ってねえで、農薬不使用っていうことかの原材料を使って作っておりますんで、誰が食うても口に入れても安心というやつでして、例えばアイスクリームに、こういう出してもいいんだかな、こういうアイスクリームを、100円ちょっとぐらいであるわけですが、それにこうちょろっと垂らして適度にかき回してこうペロッとやると、なんとなんと、これなんだよ、この値段から言うと数倍も3倍も4倍もするお高いそういうアイスクリームに変身するという、もうコクが出て甘みが増して、本当にうまくなる、これは嘘じゃねえんだ、俺もやってみたんだけど、そういう秘密、魔法の米飴です。その他に、ホットケーキにちょろっとこう垂らして食うたりとかもいいんですけど、お菓子、3時のおやつとか、夜のそのみんなでこたつ入って一家団らんやる時でもの時でも、こういうもう利用してもらえるとありがてえなと思っております。皆さんのその一家団らんの、お手伝いができるんじゃねえかということで、佐渡相川の岩屋口村発酵さんが作った、その名もアイスソースと言います。ソースといっても、ブルドックソースとかはそんなんだねって甘いやつです。米の飴、アイスソースを一遍やってみてください。よろしくお願いします。以上、佐渡伊藤酒店晩酌151へでした。どうでしょうか。